はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はですね、皆さん大好き悪魔の実についてね、ちょっと話していこうと思います。はい、悪魔の実はですね、小田さんもね SBS でお答えになられてた通り、79巻の SBS ですね、悪魔の実にはですね、上位種ってものが存在するんですよね。小田先生のね、回答が、上位種は確かに存在しますが、今のところこの4つぐらいですと、4つ上位互換があるよというのをね、お話しされてます。トントンとキロキロ、そしてヒエヒエとユキユキ、マグマグとメラメラ、ブキブキとスパスパみたいな感じでね、上位種はあるよと。で、そんな感じでね、上位種っていうものが存在するんだけど、まあ、ここでね、小田先生は、明言されなかったけど、こことここの能力って似てる部分があるんじゃないのかなっていうね、悪魔の実の組み合わせをですね、ちょっと7つね、今日選んできたんで、それを喋っていきたいと思います。それで行きましょう。お願いします。はい、先生皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ワンピースの最新話の感想とかね、あげてますんで、ぜひチャンネル登録してってください。そしてワンピース一緒に盛り上がって楽しんでいきましょう。よろしく、グッドボタン押してってね。はい、そんじゃ、行きましょい。ちょっと前にね、あれかな、小池さんたちも上位互換系上げてたかな、動画ね。それも概要欄貼っとくんで、ぜひ見てください。でね、今回は、まあ、上位互換を述べるっていうかは、こことここ似てるよねっていうのを話して、で、もしかしたらこういったストーリーとかに繋がってくるのかなとか、いろいろね、今後の話とかもちょっとしていくのでね、面白い内容だと思うんで、ぜひ最後まで見てってください。はい、一つ目いきたいと思います。もうこれはね、皆さんも意識してるとは思うんですけれども、ゴムゴムの実と、もちもちの実ですね。もうこれはね、本編でももうそういった描かれ方したじゃないですか。もうどっちかというとね、もちもちの方がね、ゴムゴムの上位なんじゃないかっていうね、感じで描かれてたじゃないですか。まああれ自体はね、まあ僕自身は、まあ片栗がルフィの格上だったっていう描写だと思うんで、それを置いて、もちもちとゴムゴムがそうかって言われると、まあちょっとそれはまた別の話だと思うんですよね。ただ片栗ね、自身もさ、本編でさ、お前にできて俺にできないことはないみたいな感じで言ってたじゃないですか。だから確かに、もちもちめっちゃゴムゴムの上位じゃんってね、僕も当時思ってたんだけど、まあ、ただね、小池さんで言ってたかな、要はさ、餅は電気通すよと。ルフィがゴムゴムが絶縁体だよと。わあ、それは確かにそうだと思ってね、すげえと思ったんですけど、確かにね、もちもちにできなくてルフィにできることってあるんですよね。だからまあね、そこに関してはまあやっぱりゴムゴムの方が上かなって感じなんで、だから上と下がね、こうある以上をやっぱり、まあここは完全なる上位じゃないのかなって感じもしますよね。まあけどね、やっぱ片栗の、その格上の相手に向かっていくっていう意味で考えると、やっぱりもちもちを使ってルフィのゴムゴムの技をあんだけ片栗がやっぱやるっていうのは熱かったっすよね。物語の中で言ったらむちゃくちゃ熱かったと思う。あんなピンチのなり方ってルフィなかったですよね。例えば普通にクロコダイルと戦った時とか、ルッチと戦った時とかも含めて、まあもちろんね、強い相手だなと思ったけど、ルフィに似たやばいやつっていうのはやっぱなかったですもんね。あれあった？もうちょっと興奮して忘れちゃってたらごめんね。そのパターン絶対あるけど。いや、だからこそやっぱ片栗に勝ったのはかっこよかったですよね。しかも最後は別にコピーとかじゃなくてさ、スネークマンでさ、オリジナルでやったじゃないですか。で、片栗もしっかり、要はルフィをバカにした戦い方ではなくて、しっかりと片栗自身も、ザンギリ持ちっていう自身の戦い方したじゃないですか。でしかもね、武装との覇気と、融合したさ、模様が出て、持ちなんだけど、武装っていう、あれをやったさ、しっかりと最後は男同士の戦いになったのが、やっぱあそこほんと僕好きですね。ちょっと話が逸れました。ごめんなさい。で、似てるとしたら、ゴムゴムでルフィがやる、コングオルガンとかってちょっとさ、もしかしたらその、特殊なパラメシな感じなのかなと思うんですよね。もちもちっていうのは、特殊なパラメシアっていうね、表記がされてます。もともとジャンプではロギアって言われてたんだけど、特殊なパラメシアなんですよ。なんで特殊かっていうと、普通は人間の形を保ってるのがパラメシア系なんですよね、基本的には。だからルフィだったら、切られたら人間の形保てないから痛いってなるんですよ。痛い。でも片栗は特殊なパラメシアだから、ここを例えば避けても平気なもんですよね。で、くっつけるんですよね。これはね、まあ、餅が要因のね、特殊っていう、話なんだろうけど。だからそんな感じでルフィもコングオルガン、ギアフォースのコングオルガンの時って手増えてるんですよね。あれってめっちゃ早くこうやってんの？あれどう思います皆さん。ぱっと見増えてるように見えるんだよね。で、その時って考えるとルフィももしかしたら特殊になりだしてる。例えばだけど、自分がゴムだったら、こっからもう一個さ、自分ゴムで伸びるじゃん。もう一個うまくやればこう手生やさるじゃん。こっちにも。だからそんな感じであって肩生やしてんのかなっていう。ちょっとそういう感じを思ったんで、なんかちょっとゴムもね、ルフィ自身もそういった体の形をちょっと変えてんのかなってちょっと思ったんで。もしかしたらね、そういう描写もあるのかなっていうね。で、ここでですね、実はゴムゴムもちもちと、もう一個ね、ちょっと似たやつがあるんですよね、実はね。ちょっと忘れられてるんですけど、ベラミーさん、バネバネの実ですね。これ実はさ、ここ同じですよね。それこそ、まあ、もちもちが入っちゃってちょっと別なんだけど、ゴムゴムに割と似てますよね。スプリングホッパーとか言ったらちょっとあれ技は違うけど、スプリングスネープとかね。この要はゴムゴムのピストルじゃないですか、あれって。で、しかも、要は弾性力じゃないですか。縮んだり伸びたりっていうゴムと一緒なんで、だから、あれって実はしっかり鍛えていったら、マジでルフィのゴムゴムぐらいになりますよね。で、しかも、バネって鉄じゃないですか。基本的に形状記憶合金というかね、ある一定の形に保とうとするバネの力でこう縮んだらビヨンってなるし、伸びたらこうなるしっていうね。だから言ったらその弾性力で言ったらゴムより強いんですよね、それ自体で言って。でしかも鉄だったら切れないやんっていう。普通ね、あれよくよく考えたらバネバネってめっちゃ強くないって思ったんですけど、普通に空島から帰ってきた後のところでですね、サーキースに切られてますね、ベラミーさん。ごめんなさいね、サーキースファンの人いたらごめんなさいね。サーキースごときにめっちゃ切られてます。なので、あれはだから鉄じゃないんでしょうね、おそらくね。サーキース鉄切れないでしょ、2年前でね。で、めっちゃ切られてるんでね、ちょっとそこに関しては、だからやっぱ斬撃も効くんだってなっちゃうと、やっぱゴムゴムより弱いのかなと。まあね、ちょっと一応には言えないけど、まあもちもちが上位っぽくて、その間にゴムゴムで、下がバネバネみたいな関係なのかなってことですね。小田さんがね、明確に明言されてはないんで、これは確定ではないですけどね、そんな感じがしますよね。はい、2つ目の関係いきたいと思います。ウォシュウォシュとアワアワですね。これはちょっとね、小池さんのコラボの方でね、喋ったかもしれないんですけど、ちょっと似てますよね、ウォシュウォシュとアワアワ。ウォシュウォシュの実っていうのは、海軍中将のお鶴さんの能力ですね。どういった能力かというと、敵を洗えます。いや、これ、冷静にどういう能力なんて感じしますよね。敵を洗って干せます。いや、わからん。もし俺図鑑で、お鶴さんを知らない図鑑だけもし、ね、仮に見たとしたら、わからんって絶対言うと思う。どういう能力ってなるよね。悪魔の水上が本当にあったとしたらね。で、しかも敵の心も綺麗に洗い流せると。まあ、清らかにね、するという感じの能力ですけど。だからまあ、海軍っていういい人が食べたがゆえにちょっといい感じですよね。で、続いて、アワアワは、カリファですね。CP9 のカリファ。体から泡を出して、で、その泡に触れたら、凹凸もなくなっちゃう。ツルツルになっちゃうと。で、しかも力が抜けちゃうという感じですね。だから実際この洗う泡っていうか、洗うみたいなのが似てるし、あと泡もね、まあ似てますよね。まあ、ウォシュウォシュはそんなに泡立つ感じはしないと思うけど。で、あと敵の形状を変えるってみんな結構似てますもんね。だって、洗って干せますってさ、洗濯物干されてるみたいになってるんですよね。頂上戦争で、白毛の海賊団のね、人たちが。で、泡はまあツルツルになるっていうね、凹凸がなくなるみたいな感じで、似てますよね。で、ただここで一個、ウォシュウォシュにできて、泡々にはできないってことがですね、相手のメンタルなんですよね。ここがだからもしかすると、ウォシュウォシュの方が、強いのかなって、ちょっと個人的には思ってますね、実は。まあもちろんね、使い方とかにももちろんやるけどね。頂上戦争の白毛の傘下かな、海賊たちも、現れてね、すごい清らかになってるんですよ、心が。なんで、アワアワに関してはメンタル的なダメージはなかったですもんね。力が抜けるって感じでしたから。だからもしかするとね、二人の使い方、使い手によってはちょっと違うかもしれないけど、もしかすると、おしおしとアワアワにはね、その相関関係があって、おしおしはメンタルも操れるのかなっていう感じはちょっとしてます。まあちょっと描写がね、おしおしに関してはめちゃくちゃ少ないんでわかんないですけど。ちょっとこれね、出んのかな。おつるさんが今後ね、あんだけがっつり戦う描写とかね、なんか描かれなそうだし、今カリファもね、何やってるかわかんないし、CP0 にいんのかもわかんないしさ、CP9 のままとかもわかんないしね。ちょっと今後出るかわかんないけど、ちょっと楽しみですね、ここの関係ね。はい、続いて3つ目です。3つ目もね、ここは気になってるんですよ、個人的に。トキトキの実とノロノロの実。ここの関係ですね。トキトキの実っていうのはね、それこそ、光月トキですね。トキさんが、禁煙者たちを未来に飛ばしたトキトキの実です。で、ノロノロの実はフォクシーですね。ノロノロビームでノロノロですね。ベイビーバックファイトでね、もうルフィもそれこそノロくなっちゃって、おーっとノロくなっちゃった。パンチとかもノロくなっちゃう。で、これってね、まあ一見すると、全然関係ないじゃんって思うんですよ。僕も全然最近までそんなにね、関係ないなと思ってたんだけど、まあちょっと考え方っていうか見方を変えると、あれこれもしかしたらっていうのもあるんですよね。で、これっていうのは、まず、フォクシーのノロノロの実っていうのは、ノロマ講師を、まあ操って、まあ速度を奪うみたいな感じですよね。要は相手の速さを奪うみたいな。ただこれって、デイビーバックの時やられた時、周りが、その景色が変わったって感じで言ってるんですよね。だからそのノロノロビームやられた本人も、言うたら時系列がちょっと違うんですよね、他の人と。ちょっと難しい話かもしれないんですけど、まあ相対性理論というか、そこまでの話をするのはあれですけど、まあ物理の話ですよね、これってね。僕ちょっと一応物理やってたんで、速度と時間ってすごい関係値があるんですよ。もうそれこそ小学校でなる気恥、距離、速さ、時間の話ですね。速さっていうのはイコール距離割る時間なんですよ。だから例えば、速さが遅くなったら、時間っていうのが長くなるみたいな。逆に言っちゃえば速さがめっちゃ速くなったら時間っていうのが短くなるみたいなね。で、その速さと時間ってすごいね、関係値があるんですよ、実はね。で、だからこそそのノロノロはそうだったんで、だから時々も時空に関わってることなんで、もしかするとそのノロマ講師とかって関係してんのかなみたいなね、ちょっと実は疑問があるんですよね。ノロマ講師を言っちゃえば逆に使えばめっちゃ速くなるわけじゃないですか。だからその人たちを早くポンって未来飛ばすみたいな。だからノロマ講師の逆があんのかとか、めちゃくちゃ気になってるんですよ、これ。ちょっとこっからね、めちゃくちゃ妄想になってくるんですけど、ワンチャン、ベガバンクとかって絡んでこないですかね。時々とかこの時空系なんでかっていうと、ベガバンクってその500年先の頭脳って言われてるじゃないですか。500年先の域に行ってると。で、それってなんで誰が500年先行ってるって言えんのとかさ、そういうね、疑問とかが湧いてくると、ワンチャンベガバンクなんかその時空系でなんかワンチャン行ってるみたいな、ちょっと考えちゃうんですよね。で、小田先生もね、ベガバンク自体は、今後ね、ある博士が悪魔の実のメカニズムを解説してくれると言ってたんで、まあそれはおそらくね、ベガバンクのことなんで、ちょっとこれ今後楽しみなんですよね。だからベガバンクはもしかしたら能力者で、なんかそのね、未来とか過去とかなんかわかんないけどね、その時空系ワンチャンある？どう思いますか？ちょっとこれに関してね、妄想ですけど、ちょっと楽しいですよね、ちょっと考えるとね。いやでもないかわかんないけどね、ちょっと楽しいですよ。ベガバンクがマジで謎すぎるんで、ちょっと楽しみにしてますね。続いてはね、ちょっとマニアックなんですけど、ぐるぐるの実とシャリシャリの実ですね。シャリシャリってなんやねんってね、多分 K さんから声が聞こえてくるんですけど、ぐるぐるの実はバッファローですね。ドフラミンゴのね、ドンキホーテファミリーの、要は体の一部を回す能力ですね。ぐるぐるぐるって、要は体の一部回せるから、まあ、それで回転させて、まあ、空も飛べちゃうよっていう能力ですね。で、シャリシャリの実っていうのは、シャリングル大佐っていうね、それこそ、ベリーグッド大佐とか、シュー大佐とか、あの辺ですね。ベリベリの話するんじゃない。おい、ベリベリの話をするんじゃないぞ、みんな。なあ、ベリベリの話はするんじゃない。その時の大佐ですね。海軍大佐。で、これの能力っていうのは、体の一部を車輪にできて、めっちゃ早く回せますっていう能力なんですよ。いや、これもちょっと、どういう能力ってちょっとなりますよね。ただまあ、シャリシャリは確かね、強いみたいな感じでね、小田さん確か SBS でも言ってたんですよね。でもまあ似てますよね、この二人はね。ぐるぐるの実っていうのがまあ、体の一部をめちゃくちゃ早く回してるわけだからね、まあ飛べますよと。要は、シャリングルはそれが、車輪ですっていう。いや、ちょっとごめんなさいね。シャリングルファンの人いたらごめんなさいね。ちょっと笑っちゃってごめんなさいね。どういう能力ってやっぱなるよな。まあここはもうめちゃくちゃ似てるよね。ちょっと上位っていうかもう親戚ぐらいのね、感じでやっぱ一緒だなと思うんですよね。まあ、シャリングルってそれこそね、もう言ったらミスターワンのスパイラルホローみたいな、ゾロの体えぐったさ、ウィーンって体中を刃物にして回すっていう、それの車輪なんで、刃物ではないけど、まあでも、物理的な攻撃力あるよね。それでバーンって殴られたら、それ結構ダメージあるし、しかもそこ武装やってたらめちゃくちゃ強いよね。速度上げて殴られたりしてるわけだから。まあ、ここは似てるよね、結構ね。でね、まあ、ここから何かね、派生した話ができるかなと思ったんですけど、ないです。ごめんなさい。似てるよねで終わっちゃった。ただ、シャリシャリのシャリングルを言いたかっただけ。これなんで言いたかったっていうと、シャリングル。シャリングル。もうグルも入ってる。シャリングルの名前にっていうだけ。それが言いたかった。シャリングルって、もう、ぐるぐるの実のグルも入ってるから、もう、いや、グルはバッファローにあげてって思ったってだけなんですけど。シャリングルのこの名前がね、ちょっといじりたくなっちゃったんで話しました。はい、それだけ。はい、次行きましょう。はい、次はですね、黙々とガスガスですね。これはやっぱりね、気になるところですね。二人ともロギアですけれども、黙々の実は、スモーカーの黙々の実ですね。煙人間というわけで。で、しかもロギアなんで、煙、もういろいろ普通の攻撃効かないよと。で、ガスガスはシーザーですね。シーザーは気体を操る能力ですね。だから全身気体になれるよと。で、しかもいろんなガスになれるんですよね。毒ガスだったりとか、それこそ空気のうちの酸素を抜いたりとか、周りの気体を操ることができるんで、もうここに関しては正直ガスガスの方がちょっと上なんじゃないのかなって個人的にはちょっと思ってますね。まあ明確に表記があったわけではないけど、ガスガスの方がちょっと黙々の上位互換な感じはしちゃうかなって感じはしてますけど、どうですか皆さん。あ、これ小池さんたちも喋ってたかな、確かちょっと前の時ね。僕はね、ちょっとガスガスの方が上な気がちょっとしちゃってるかな。まあスモーカーはね、だってね、空気中のあらゆる気体は操れないですもんね。自身が煙になるし、煙を操るって感じなんでね。まあちょっとなんとも言えないところだけどね。まあでも、シーザーが煙になるみたいなことはないですよね。ただまあガスになるみたいな感じが、ちょっとだからなんか、その煙とガスのね、ごっちゃになりやすいけどね。まあ似た能力ではありますよね、やっぱこの二人はね。でまあ、受注ハックこの二人はまだ出てくるでしょう。ね。まあ、相撲かは分かんないけどね、小田さんが97巻の SBS で言ってた感じで、巨大な戦いとか、もうそれこそ相撲家なりのやっぱ正義の貫き方ってやっぱかっこいいじゃないですか、相撲家って。ほんと男としてめちゃくちゃ僕好きなんで、相撲家。なんでね、まあ今後ちょっとね、出てきてほしいっていう願望もありますけど、まあ政府がね、今後、今 SSG の話とか、七部会が撤廃になった話の時とかって、相撲家ってちょっとまだね、どう動いてるか分かんないんでね。扉絵とかでしか出てないんで、最新だと。あれそうですよね。ごめんなさい。違ったらごめんなさい。まあ、10着出てくんだろうなって思ってるのと、あとシーザーね。今どうやって動いてるかわかんないじゃないですか。どう動いてんだろうね。ホールケーキの後、ね、まあ、いわゆる解散して。なんかさ、じゃあな、お前らとか言ってて、誰も反応しないで。めちゃくちゃ面白かったね、とかありましたけど。その後ね、描かれてないんで、もしかすると、シーザーに関しては扉絵連載、あんのかなってちょっと思ってますね。今、ベッチのね、話があるんで、その後もしかするとあんのかな。いや、そこで出てくるか？いや、ちょっとわかんないですけどね。気になってるんですよね、シーザーの動向。どうやって動いてくるのか。もう敵につくのか、味方につくのかもちょっとわかんないし、気になってるんでちょっと入れちゃいましたね。という意味で、この二人はね、まあ似てるんだけど、あと今後も関わってきそうなんでね。ちょっと注目ですよね、やっぱこの二人はね。っていうんで入れました。はい。はい、続いて6つ目ですね。ここ気になってるんですよ。マネマネの実と犬犬の実、現住種モデル、キュービのキツネ。ここ気になるんですよ。マネマネの実はね、それこそ今はボンちゃんが食べてますね。今ね、インペルダンで 5.5 マッチでいますけど、一応生きてますからね。あれはね、扉絵でボンちゃん生きてるって描写ありましたから、2年後も生きてます。で、まあそれこそ当時はね、もうババアですよ。我が国の黒住家のババア。肩書きがババアのね、黒住日暮ですね。まあそういった感じでね、マネマネの実はね、まあ今も、現世でもありますと。で、犬犬の実ですよ、モデル。現住種のキュービのキツネ。これが、カタリーナ・デボン。黒毛海賊団のやつですね。92巻。いや、この92巻のマジブランクはね、もうほんと、ワナクニ編の世界情勢ってもう、いかれてんじゃないですか、面白さが。三日月狩り、カタリーナでも6番線船長です、黒毛海賊団の。犬犬の実、現住種、モデル、キュービのキツネ食べてるんですよ。これどう思います？この関係値。マネマネの実はね、それこそボンちゃんが、いや、もう真似できるよと。で、体も顔も全部真似ができると。ただ、能力とか使えない感じですけどね。武術とかそういったものは使えない。そこまでは真似はできない。ただ、見た目に関してはもう完全に真似できるよと。で、もうこの三日月よりカタリナ・デボンの能力がここ出たんですよ。蜂の巣でね、モリアが攻め入った時に、アブサロムになってるやんと。で、しかもスケスケの実ももうこれ、シリュウ食べてるやんと。ってことはもうこれ死んでんのアブサロムってね、ちょっとごめん、その話は一回置いとくけど、少なくともこのアブサロムの容姿にはなってるんですよね。これってもう似てるじゃん、めっちゃ。で、似てるんだけど、犬犬の実なんですよね。要は今までここまで話してきたのって、要はパラメシアはパラメシアが似てるとか、ロギアはロギアが似てるとか、そういった感じの上位互換どうのこうのって話をしてたんだけど、これってゾーンなんですよ、犬犬って。ゾーンとパラメシアが似てるって他ないと思うんですよね、僕ね。あるか。まあ、モデルフェニックスとチューチューとかあるか。持ったわ、ごめん。ただ、ここまでね、ここまでのその相関性というか、ここまでもう瓜二つの能力って、他ないと思うんですよね。で、キュービの狐がやっぱキーになってきますよね。現住種だから、まあ、他に化けれるよってことなんだよね。狐って化けますもんね。化け狐とかって言って、ちょっとごめんなさい、キュービの狐に関して僕は詳しくないんでわかんないですけど、ちょっと K さん、見てるかなそれこそナルトっすよね。めっちゃ好きだから、K さんとか。僕、ナルトをね、読んでたんだけど、ジャンプでちょろちょろって読んでたぐらいなんで、詳しくはないんですよ。だから、この、ワンピースの世界でいうキュービの狐がどういった扱いなのかすごい気になってるんですよね。で、この二人って、やっぱり出てきそうじゃないですか。ボンちゃんはちょっとまだわかんないけどね。インペルダウンから脱獄できるどうかっていうのは全然まだわかんないんですけど、少なくとも、カタリナでも絶対出てくるじゃん。で、もしかしたらワンチャンさ、この、それこそさ、巨大な戦いで出るかもしれないじゃないですか。黒毛海賊団まだ残ってるから。どうやって戦うのってやっぱ気になってんですよ、個人的に。そうなっちゃうともしかしたら、ボンちゃんと戦うことはないでしょ。いや、あんのね、小田さん。もう巨大な戦いって小田さんがもうあんだけ風呂敷を広げてるから。ワンチャンもう全員出てくんじゃないかとかもちょっと思ってきちゃうし、もうわかんないですよ。もうパニクってますね、個人的には。ちょっと前にね、黒毛海賊団とルフィたちがね、戦ったらどうなるみたいな動画撮りましたけど、ね、それこそイリュージョンマジック系で、イリュージョンマジック系でね、ナミさんとね、戦うかもしんないし、いやー、ちょっと気になりますよね。これどう思います？犬犬の実。キュービのキツネマニアの人にちょっと書いてください。いるかなわかんないけど。ちょっと今後気になる能力の2つですね。ここちょっと注目していきましょう。ここが出たらね。はい、で、最後です。最後はね、ちょっとね、映画のキャラなんですけど、ただ原作派の僕としてもやっぱりこれはね、注目しておきたいキャラなんで入れました。ずしずしの実とふわふわの実ですね。ずしずしの実っていうのはフジトラです。これはねビブラカードで判明しましたね。ずしずしの実っていうのはそれこそ重力を操る能力ですね。いや多分フジトラに関しては重くもできるし浮かせもできるんですよね。遠くのね隕石とかも重くできて、要は重力をバッて、できたからこそこの地表に落とせたわけじゃないですか。で四季のふわふわの実、これは映画のキャラですね。四季っていうのは、触れたものを浮かせられるって能力ですね。だからこれに関してはずしずしは重くもできるけどふわふわは重くはできないですよね。ふわふわに関しては浮かせるっていう浮くだけなんですよねおそらく。ちょっとだからもしかするとねちょっとずしずしの方が上位な感じもちょっとしますけどね。藤谷に関しては岩に乗ってたからね、自身はこうやってね岩に乗ってこうやって移動してたんで、自分自身がねふわふわできたりとかずしずしできたりするわけじゃないんですけど、式は自分自身は浮かせられるのか、ただ他人は無理なんだよね。ちょっとだからここの関係値っていうのはちょっとまだわかんないとこあるんですけど、なんでねここね僕映画のキャラ入れたかっていうと、もうねやっぱ式は絶対に目が離せないキャラと思うんですよ僕。結構ね僕動画でももう完全原作派ですよと。アニメもね正直全部は見れてないんですよ。ここのバトル見たいとかアニメじゃなきゃもうこれはもう描けられんだろうっていうのとか、音楽でこの名シーンと相まって絶対ここは見たいとかは割と見てるんですよね。基本的にはやっぱね小田さんが書いたものをね全部もう頭に入れたい派なんでね、割と映画とかそのアニメとかちょっと疎かったりもするんですけど、ただ四季に関してはもうこれ僕はね、映画の中でも原作のキャラだと思うんですよね。なんでかっていうと、小田先生ご自身もインペリアル団の時にもう名前も出したりだとか、シキっていう名前をあえて伏せたり、入れたいけど伏せたりとかもされてるんですよ。45巻の、白ひげと赤髪の話の時とかね。本当だったらそこにもシキっていう名前を入れる予定だったと。で、かつですよ、もう最近になってさらにシキをむちゃくちゃ入れてるじゃないですか、小田先生。95巻でそれこそロックス海賊団の一員だったっていうのも分かったじゃないですか、シキっていうのが。で、かつ、日暮らし、おい、さっき言ったマネマネの実でね、96巻かな、このさ、黒ずみ家のところでさ、もう96巻マジで伝説。いや、マネマネのね、そのババアがカシャッつって、マネマネの実という果実の力さ、カシャって言った時の顔が四季なんですよね。で、四季に多分合ってるんですよ。で、昔は海外にいたって言ってるんで、この日暮らしは。だからおそらく多分ロックスにいたんでしょうね、この日暮らしっていうのはね。っていう感じで、もう四季を原作にむちゃくちゃ出してるんですよ、小田先生。他のそのアニメとか映画のキャラって出てないんですよね、原作にね。それこそゼバーとかってめちゃくちゃ出てもいいキャラなんですけど、出てないんですよ。で、小田さんはその映画で出したそのシキっていうキャラ、多分おそらくね、本編でやる予定だったキャラだと思うんですよね、僕。1個前のワンピースマガジンだったかな ?9 号ですね、9号。ワンピースマガジンボリューム9で、もう、初期設定のやつが出たんですよ。シキって、もともと海軍大将の予定だったんですよね、小田さんの中で。いや、これ見たとき、あーもうシキ大事やわってマジで思ったんですよね。もともと大将は、赤犬、戦国、金獅子の予定だったんですよ、四季の。っていう感じでね、小田さんもその四季に関してはね、映画のキャラなんだけど、めちゃくちゃね、その大事にされて、原作でも、ね、結構織り込まれてるんですよね。だからこそ、このふわふわの能力っていうのが、マジで俺今後出てくんじゃないのかなって思ってんですよね。皆さんどうすか？で、しかもそこで、大将に新しくなってるのが誰ですか？フジトラ。で、しかもその能力、ずしずしなんですよ。この関係値がやっぱめちゃくちゃ面白いっすよね。ふわふわの能力を、当時大将にさせる予定だったけど、そこを抜けたからずしずしのまた重力系で入れているっていう、俺なんかやっぱあると思うんですよね、小田さんの中で。で、しかも間違いなく、まあもちろんフジトラ出てくるじゃないですか。ワンチャンさ、本当にさ、式出てくんじゃないのかなと思うんだよな。映画の最後でね、まあ捕まってそうだなって感じはあるけどね、海軍があそこまで来てたから。まあ捕まってるだろうけど、でもそうなると、インペルダウンにいるのかなとかなると、それこそさっき言ったボンちゃんもうインペルダウンじゃないですか。ちょっともうインペルダウンして出てくんのかなとかまで言っちゃうよね。もう巨大な戦争でもうなんかもうやべえんすよ。だから今この97巻の小田さんのその97巻の小田さんの2回言っちゃったけど興奮して最も巨大な戦いっていうので、もうそんなん言われたらもうこの式とかの話もやっぱしちゃうなっていう、思っちゃうなっていうのでね、やっぱこの2つの悪魔の実の能力っていうのがやっぱフジトラにも絡んでくるし、今後にもかかってくるんじゃないかってことで僕入れさせていただきました。はい、そんな感じでございました。ちょっとごめんなさい、長くなっちゃったかな、今日も。もうちょっとごめんね、興奮して早くちゃったと思う、今日もね。でね、実はですね、あと他にもね、この悪魔の実とこの悪魔の実って実は関係性ありそうだなってみたいなのが、実はね、まあちょこちょこあったりするんで、まだそっちも見たいぜって方はぜひね、この動画グッドボタン押してください。まだ見たいぜって方はグッドボタン押してってください。まあ1500とか2000ぐらいね、いったらちょっとね、またあげようかなと思いますので、ぜひグッドボタン教えてちょうだいよろしく。はい、今日ここまで。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。他にもね、僕チャンネルやってます。旅ちゃんとか、個人チャンネルやってますんで、ぜひそっちもね、チャンネル登録してもらえるように言うてます。感じちゃったけど、よろしく。はい、明日も楽しもう。またね。いや、悪魔の奥が深いね。楽しい。だから、お願いします。チャンネル登録。